ピンターラは日産自動車がかつてオーストラリアで販売していた車種。初代ピンターラセダン初代ピンターラワゴン R31 型スカイラインの現地生産モデル。ボディタイプは4度はセダンとステーションワゴンの2種類のラインアップがあり、搭載エンジンは現地製の CA20E 型 2000cc エンジンを搭載していた。なお、6気筒モデルはスカイラインとして発売されていた。 これまで販売されてきたセドリックの輸入終了に伴う代替車種の一環で誕生したスカイライン TI3.0 リットルは日本国内にはない高級なデザインと走りこそが売りであった。日本の GT 路線とは対照的で装備などもローレルメダリストに近い。それより下のグレードには GX シルエットも用意されていた。 1989年のセフィーロ出現に伴い、二代目以降6気筒モデルは終了した。二代目ピンターラハッチバック二代目ピンターラセダン TRXU12 型ブルーバードの現地生産モデルとなり、同時に駆動方式が先代の FR から FF へ変更された。搭載エンジンは CA20E 型 2000cc のほか、 中 24E 型 2400cc の設定もあり、910型ブルーバードの時と同様、スポーツグレードには TRX の名が与えられた。また、このモデルはバトンプランによって、オーストラリア国内のフォードにもコルセアの名で OEM 供給された。ボディタイプは4ドアセダンと5ドアハッチバックの2種類のラインアップがあった。 2.0リットルの5ドアハッチバックセダンモデルは、日本へ、ブルーバード・オーズリーの名で輸出されたものの、搭載エンジンが、CA20E 型から SR20D 型2000 CC、CCDOHC16 バルブに変更された、点を除き、基本的に、オーストラリア現地仕様のままだったため日本での保守、整備面への配慮が欠け、中でもエアコンは、日本向けパーツを利用した修理が不可という、 致命的な問題があり、人気は当初から低迷した。輸入台数は概ね1300台弱に止まる。1993年には日産のオーストラリア工場閉鎖のため、コルセアと共に生産中止となった。ありがとうございます。